まずオフィシャルから質問です、はい、試合後の率直な感想をお聞かせください。もう自分体が動いてなかったですね。年々なんですけど制裁を欠いてるっていうのが自分でも分かるぐらい、あのパンチは前の僕やったらもらってないようなパンチでももらっちゃってるんで、ちょっと今後のことを考えていこうかなって思ってます。対戦を終えて相手の印象というのは違いましたか？そうです。いや、まああんな感じで来るだろうなっていうのは分かってたんですけど、まあ、相手が途中で1ラウンドもうほんま序盤ぐらいからこうテンパってきてるっていうのは、打撃もこうなんていうんですかね、見えてないんだろうなっていうのが結構あって、でテンパってきてるわっていうところまでは自分でもこう分かってて、そこで多分ちょっと自分の中で気持ちに余裕ができたっていうのもあかんとこやったなと思ってます。周りの声援というのは試合中聞こえましたか？はい、それは聞こえてないですね。セコンドの声をずっと聞いとったんで。試合を終えたばかりですが、はい、先ほどもちょっとおっしゃっていましたが、今後の展望を教えてください。ちょっと体ボロボロなんでちょっと休ませてください。オフィシャルからは以上です。その他ご質問ある方いらっしゃいますでしょうか？最後のパンチをもらう前にバックステップで一度反応したと思うんですけども、はい、そこで反応してそこで合わせようとしたところでもらってしまったのか、それともバックステップは足りなかったのか、どっちだと自分で思いますか？多分バックステップ足りてなかったなと思います。多分というか、前の僕やったらもっと足動いたと思うんですよ。で多分そことその自分の体 と脳とのズレが結構こうあってたような感じはありましたね。こうやっててもここで蹴れるとか時にはもう蹴りが出てるんですけど、やっぱりこう 0.5 秒ぐらいはこうちょっと遅れてるような気がしててっていうのが今日の試合でもありました。それは失礼ながらその年齢的なものなんか、それともダメージなのか？ダメージじゃないかな。ダメージというかその体のやっぱりそうですね、やっぱ年々怪我がすごい増えてきてたんで、で今回も今年入って肘手術して、でなんか自分の中ではまだ練習の時は結構いけるかなと思ったんですけど、やっぱり試合になるとああいうふうにこうちょっとした反応が遅れてるっていうのが、まあ、ここ数年でそれがこうだんだんこう大きくなってきたっていうのがあって、そうですね、はい、じゃあしばらくは休暇し休憩して、まあ、体の様子を見たいっていう感じですか？そうですね、やっぱあと今後のことも考えようかなと思います。まあ、こういう巻き方しちゃったんで、で正直実力的なことで言ったら負ける相手ではないと思うんですけど、やっぱり試合になるとその実力だけじゃないし、そこで勝っていけてないっていうのはやっぱり考えどころなのかなって思ってます。